はい、それではアルペジオイベント続きやっていきます。この敵空母を撃滅し春菜との接触を図れっていうね、このクエストをやってる時にですね、ドロップでサンタコスしてるシークレットカンブスに出会いました。はい、後でそのカンブスお見せします。では達成。これでイーノさん解放されるのかね。おー、これカンブスかな。3隻目の霧の艦隊3隻が仲間になる。ああ、春菜か。春菜来たよ。はるはる、ついに仲間になったが、はるはる強いからな。よし、これでいけるんかな。で、なんだ作戦か。そのシークレットカンブスお見せしましょう。ちょっと重いな。ニューからね、これはい、お仕事ですね。見ていただきましょう、こちらです。じゃじゃーん、ランカちゃんだよ。おはようございます。ナカちゃんとメリークリスマスだよ、キャハ。ナカちゃんうざかわいい。七面鳥もクリスマスケーキも美味しいね。ナカちゃんとメリークリスマスだよ。この中ちゃんでも可愛いなぁ。結婚しよう。はい、というわけでね、シークレットカンブスは中ちゃんでした。皆さん盛大な拍手をお願いします。パチ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 。はい、これぐらいにしてね。はい、俺に勝負を。イベントマップいきますか。ラスボスは金剛みたいですね。では行きましょう。戦艦枠に、春菜を連れて出撃したいと思います。俺に勝負を。さあ、どれだけ強いか期待ですね。うわー、外れルートが2個もある。さすがイーノさん、最終マップだぜ。これさ、霧の艦隊3隻入れたらまっすぐルート行くとかないかな。あとは、なんだろう、コンゴ入れてたまっすぐ行くとかかな。でもまっすぐルートが一番敵強そうな気はする。あー、空母2隻か。制空権取れそうにないな。まあいいだろう、空母2隻連れてってもな、野戦できないからさ。あー、重なった。敵がね、戦艦となるとやっぱ野戦持っていかないと。よーし、ナイスバリア。もう一丁いっとこう、バリア。おお、最強だな、この布陣は。負ける気がしないぜ。はい、バチコーン倒しました。我がロータ艦隊に敵はなし。そう、いいのにでさ、道中、そう、随歩とか結構いいかもしれたから、いいのさんも道中、ボスともに期待ですね。熊野が欲しい。建造でさ、毎日、クエストで、戦艦レシピ回してるんだけど、出ない、熊野に嫌われてるんかな。うわ、上行っちゃった。単純にこれは上かまっすぐか、どっちの方が構成は緩いんでしょうかね。弱すぎる。さてさて、敵の構成が気になるところ。リンケージンかってことは空母。あれ、いない空母。補給艦軽巡に補給。あー、これは美味しいですね。いいぞ。でもあれか、エリートか。うわ、いいとこ狙ってくれた。軽巡3隻沈めた。あー、補給艦クエ受けてたっけな。うわー、出た。うおー、これ決まったら気持ちいい。いいね、全体攻撃。春菜も全体攻撃なかったっけ。この2人で全体攻撃2発やったら気持ちいい。
さて、ボスドールで、さあ、ヤマトとかないよな。さすがにないか。これ下に行くの分かってる。上行ったらなんだあれ、高台かこれ。このマーク。ここ、ルート固定ありそうな気がするなぁ。でもまあ、ゲージ回復ないんで。ゆっくりね。そんな焦る必要はないさ。まだ、24日やしなぁ。これ何日まであるっけ、イベント。1月の、1月の上旬ぐらいまであるでしょ。あんまやだ。よっしゃ、大破してるから。そんなダメージも通してこないでしょう。あー、エリート、エリート戦火にやられる？北神様、ちょっと。うわー、せっかくだからボス見たかったな。大破進軍しようかな。北神様ね、レベル99のもう一隻いるからな。大破進軍してもいいよね。まあでも二隻目頑張って。育てたからな。いいぞ。まあ大破神軍はやめとくか。仕方ない。超重力砲エンゲージ。このバリア便利だな。覚悟するのよ。まあ大破で撤退するからさ、代わりにドロップで霧の大戦艦ならこれくらい、びっくらこくようなもん出えへんかな。私は結果を出す。出ないか。クマ。うわあ、クマ、クマでもクマのが欲しいだ、クマ。あ、普通にまっすぐ行った。ってことはこれ、あ、でも空母2に変えたからまっすぐ行ったんかな。いや、ランダムの可能性もあるよな。まあ、この辺は、まあ、おいおい何回か出撃するうちに解明していくでしょう。さっきここでやられたんやったっけ。あー、ここだ。さっきやられた、ここのエリセンにやられた。よし、叩け。うわー、2隻落とせなかったか。うわー、ダメージが通らん。ハンコ戦か。うわー、ちょっと今回調子悪いな。いいぞいいぞ、ガードしろ。うわー、食らったー。まあ、やっぱ反抗戦なだけあるな。ダメージが通らん。よし、中破出したから撃つぞ。おー、北神様大破して、その次ここに多聞丸入れた大破して、本当にうちの艦隊どうなってんだ。高尾さん一掃しちゃって、もう。あと春菜も一掃しちゃって。あー、一石だけか。もう全然ダメだな。ボスに到着できないってどういうことですか。いやー、後でお尻ペンペンせなあかんな。お尻ペンペンじゃ足りひんな。お尻、干潮せなあかんな。女の子に干潮言うたら、セクハラやな。自己紹介まだでしたか。私、荒潮です。ここだ。いつもやられてる場所。弱すぎる。今回こそ、勝つぞ。ゼロ勝2敗。ああ、もう、これでも、先月は、元帥張ってたんですけどね。もうラバウルで500以内とか、あんな飾りやないか。こんなとこでやられるようじゃダメでしょう。うわー、よし、大破してるけど、あとは一番怖いのはマヤの攻撃。マヤさえ沈めたら、よし。うわー、マヤに攻撃される前にさ、大破。うわー、危ない。おー、いいぞ。
従順って言っても、うわ出た、それそれそれ、うわもうほらもう、はい、E の3のマヤをなんとか抜けることができました。ただ、タモン丸が中破している状態です。これでボスに行きたいところ、よーし行った、初ボス。そしてね、これ収録してるのが次の日25日です。あの24日の続き撮ろうかなと思ってたんですけど、大戦艦コンゴーで貴様らに兵器の誇りを思い出させてやる。ちょっとね、まあ予定が入ったと言いますか、まあ、別に女の子と会ってたわけじゃありません、大戦艦コンゴー、いやーついに来ましたな。やっぱり敵で出てきたか。でね、コメント拝見させていただきました。あ、マヤもいるんだ、やっぱり。まあ、4000、2000、5000、7000の大型建造で大砲が出たという報告のコメントがありましたね。いや、出た方、おめでとうございます。あと、おすすめが3000、3000、6000、6000と、これもコメントにありましたね。いや、せっかくなんでね、E の3クリアしたら回しますか。まあ、開発資材がねちょっと少ないんで20で回すと思います。で、あと E の3で長波ドロップあるみたいですね。うわー、これは、いやでも野戦で倒せるでしょう。あとミクマもイベント回帰でドロップするとか、それは E の3でドロップするのかな。あと56、モロタで混合タン。せっかくだから混合連れてきました混合 VS 混合、この顔合わせで、あとイオナと、イオナとあのハルハルは連れてきてないです。あのコストが重いんでね。当然の結果だ、別に騒ぐほどのこともない。あの資材バカ食いはあれかな、ヤマト型並みかな。英国で生まれた帰国子女の混合です。よろしくお願いします。あ、混合なだけに混合が出るわけやなあの E の3で大破したんで撤退しようかなと思ったら、なんとなんとドロップが長波でしたまだ持ってないカムス、しかもこれ道中で出ました、マヤのとこで。ボスいった、外れるといかなくてよかった。あとは機関を落とすのみ。落とせるか。貴様らに兵器の誇りを思い出させてやる。行くぜ我が艦隊。まあ今回はね、あの上ルートから来たんで一戦多いんよね。まあなんで火力がだいぶ下がってるな。そしてコンゴが中破してるから、うわーどうなる、あぶねえ。まあいいやろ、よかったよかった。まだ戦艦とかがちょっと、おお、タカオやっぱ仕事する。タカオは連れてきて損はないね。コストは重いって言っても、ちょっとイオナはそんな役割とコストの比が合わないかな。あとはうわーたたたたたうわー、まあいいでしょう。まだ空母なだけマシマシ。軽巡落としておきたいんだけど、うわー落とさないか。マヤ落ちろ、うわー三隻残しおった。これ野戦もなんかバリアできるんよね。来そう、よし一隻落とした。
さらにデコになってくれた。うわどうなる。うわダメっぽい。タカオバカもう直進コースでボス到着しました。そして道中でもコンゴをドロップしましたね。貴様らに兵器の誇りを思い出させてやる。いやー、 E の3だけあって道中でもドロップがいいってことはボスドロにかなり期待できますね。これでボス倒したら次からゲージもう爆破寸前までスパッとカットしますなかなかねボスいけないんよ。だからもううん、録画して消して録画して消してちょっとやるの面倒なんで、もう ここまでゲージ削ってから録画開始します。今回は直線コースなんで火力も出るしいけるでしょう。さらに上4席が完全に残ってる状態。うわでも敵がなんか全体攻撃連続でしすぎ、ずるいわ。出たクラインフィールド、お互いにやっていく。よし、あと残ってんの今後だけ。こりゃ絶対勝ったわ絶対負けることないわ。ドーン、やっぱ雷神の火力は伊達じゃない。勝ちました。あのたった一人の深淵に、あと何回だろうか、あと3回ぐらいかな。よしボスドロー、当然の結果だ。期待したいところ。熊の欲しいな。ミクマでもええよ、ユーグモでもええよ。こんにちは。はい、それでは金剛との最終決戦いきましょう。E の3のボスドローでイクが出ました。あと道中でまたね2回目長波も出ました。でここの金剛戦はささっと終わらせて大型建造を回したい。3000、3000、6000、6000と4000、2000、5000、7000を1回ずつ合計2回回したい。ここで勝って大型艦建造で締めたい。そんなもん当たりません。よしでこっちの攻撃は2発ぐらい当たってくれるんじゃない。1発か。まず軽巡先に落としておけば楽になるけど、あー前先落とす、落ちない。あー3席もまだ残ってるか。わー OK。 いつもここね空母を中離り大離りしてるな。わー、よし高尾強い。うわー敵またよかった。うわ落ちない、うっそまずいな。うわいやよしよしよし、よかったよかった、2席に絞れたんは大きいですね。3席残ってたら落とせてない可能性もあったんで。あーさすが基礎、ゲージ爆破しました。これが敗北か。よしこれが勝利か。たった一人の深淵に勝利の味は甘美である。この味にひととき酔いしれましょう。結果だ、別に騒ぐほどのこともない。いいのさん、熊野とか出えへんの。出ないか。よろしくお願いします。おおボーナス来た。提督ごきげんよう。戦闘系2番艦 E401 です。しおいって呼んでね。 E401 ゲットだぜ。あ、イオナじゃなくて、しおいなんだ。なるほどな。しおい、仲間になりました。
では早速、あ、おめでとうございます。よし、成功しました。しおいの図鑑を見てから最後お待ちかね、大型建造2階艦隊が帰ってきたな。回したら資源なくなるけど俺はやるぜ。ただね、やっぱ開発次第は20でやるけど、まずいらないね、まずそんなものは。あ、しおいでもあれか、ロック忘れてた、危ない危ない、間違えて近代化回収するとこだった。あ、図鑑4増えてる、この4人いるんかな。おお、しおい来た。400型潜水艦2番艦 E401 です。地球をぐるっと1周以上余裕で航行できる強大な航続力と特殊攻撃機セーランを3機搭載する潜水空母なんです。そう、戦略的秘密兵器、秘密なんだから。すくみずにセーラー服、ほー、セーラン、あー、ちゃんと読みましたね、セーランコメントでありがとうございます、教えてもらってね。じゃあ、あとはそうだな、長波はどこにいるんだろうか。マル4計画で建造されて戦時就航したユーゴモ型4番艦長波だ。栄光の第二水雷戦隊で縦横無尽の活躍したぞ。ガダルカナル島では田中雷蔵少将の名式で敵の待ち伏せを完膚なきまでに蹴散らしてやったぜ。この長波をね、なかなか出なかったんで、いや、イベント回帰で出てよかった。よし、行きますか。しおりの声優さん誰なんだろう、聞いたことなかったんだけど。よし、ドック空いてるな。行きますか、大型艦建造。3000、3000、3000、6000、めっちゃ食う。6000、6000、3、3、66、行きましょう。高速で20、黙ってまうなこれ実況とか関係ない、ちょっと黙って祈るわ。1時間半、終わった。こんだけ資源突っ込んで1時間半、そんなことってあるんやな。次あんじゃ4000、2000、5000、7000やるか。あー、鈴やかー、賑やかな艦隊だね、よろしくね。熊野だったらまだ救いはあったんだが、まあいいだろう。なんだっけ、あ、4000か、4000、4000、2000、5000、7000、いきましょう。4、2、5、7、20で頼んます。うわ、あかん、もう、あきらめないぞ。いや、もう一回回すか、あきらめつかん。3回回そう。宝章とか出るの？こんだけ資材突っ込んで？あ、これやっぱ3000、3000の方がいいかもしれないね。まだ熊の出る可能性あるしな。33。あ、336。6。33、66。OK！ GO！4時間もう、もう一回ボーキー回せるな、あるから回すぞ、あと一回回すぞ。あ、こっちじゃ、危ない危ない、こっちじゃない。
3000。もう資源が底を尽きる。3000、3000、6000、6000。もう救いの手は、ないのか俺には。ああ、最後100でいったらよかったかな。わあ、もうええわ。心臓管ができたようだ。あ、自分、秋津丸であります。艦隊にお世話になります。持ってないの来た。よかった。あ、これ外れ枠か、秋津。あ、でもよかった、最後に救いの手が一応あったわ。秋津丸、じゃあこれ最後に秋津丸見て。秋津丸、いざ。なんか変なもん装備してた。なんだあれ。提督殿、見たところこの部隊の編成には偏りがあるな。趣味でありますか。作戦終了。そりゃ胸の偏りってことか。提督殿、見たところ将校殿、いや、はい、提督殿、この秋津丸にご用でしょうか。提督殿、見たところこの部隊将校殿。提督殿、そういうことはよその子でお願いしたい。よその子やったらええんか。ちょっと装備も見てみますか。なんだこれ、体発。ほう、わからん。効果がよくわからん。図鑑でこれも4に入るんかな。お、いたいた、秋津丸。あ、ゴールド背景だ。陸軍の特殊船、その兵型の秋津丸であります。輸送や上陸船ならお任せいただきたいのであります。自慢はこの大発であります。ネズミやモグラな輸送とはわけが違うのであります。大発、はあ、あ、揚陸っていうまた新しいなジャンルが生まれましたね。生まれたっていうか出てきましたね。この秋津丸にご用でしょうか。塩さん、塩さん、ちょっと。401、出撃します。飛行機格納塔はあんまり触っちゃダメですよ。飛行機格納塔、さわさわ。何ですか、何ですか。潜ります、潜っちゃいます、潜ります、潜っちゃいます。あい、どこに潜ってるんだよ、しおいのエッチ。飛行機格納塔はあんまり触っちゃダメですよ。よし、まあ回帰クリアで、まあ大型艦検討は大失敗ということでね、今回はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。